ビーコン見てて、あのビーコンか、ジージかな、街灯つけてんの。ちょっと写真撮ったら、うん、またちょっと先週の音がどったらこったら、かける氏の声があって、なんやろな、ディスコードの声が入ってなかった。俺には聞こえてんねんで。結果終わったらマイクラの音しか入ってなかったよ。 OBS の設定かなと思って見たけど、ディスコードがなんか悪かったみたい。 よくわからん。たまにおかしくなるよね。なんなんな、収録前一旦ディスコードを終了させて立ち上げ直すようにしてるから、設定がな、音のコントロールができない時あるから、ずっと開けたまんまやと、あ、浮いてる、ホイルさん浮いてる、ラグや、いや、あ、消えた、あ、出てきた、何してんの、あ、消えた、ホイルさんここいるで、ええー、ここ、あ、鳥が、うん、鳥が、茹でよ、茹でようやな、まあ、あ、反対方向です、うん、いいね、ビーコンが増えたみたいな。いた、あれ、あ、俺死ぬって死んだってマグタウンやってエリトラねえってビーコン見てて、あのビーコンか、言うとったら殺された。前にスケさんいるなと思って撃ったらいつも毎回マグ兄さんに当たってた。なるほど、さすが PVP やな、ね、狙ってるだけある。持っとる持っとる、なんでポドゾルなの。さあ開くんや、一応一応遺骨はここに。お前ウィザスケでお供えもしてあるの。お前レールはなんでレールあんのこれ。そうついでに入ったみたいになってるやん。これこのまま置いとくわけにいかんな。ありがとうございます。何銀色、え、銀色って何、10万人記念、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、なるほどなるほど、もらえるからすごいね、ありがとうございます。10万人でなんかもらえるの、銀の再生マーク。あー、そっか、うん、うん、なんかよくあるじゃん、まだ来てないよ、縦のあれ申請せなあかんねん、 YouTube に。ほんで、どこやったっけ、パッパンチ、もうここですんの、うん、いや、夜になるのは 待たないと。あ、そうかそうか、ポドゾロとか久々見たな。ホイールさんが建築で使ってたんかね。え、うん、あれってクラフトでは作れへん、作られへんと思う。あ、クラフトでは無理だ、繁殖もしなかったっけ。ああ、土でなったのかな。ああ、うまいな、これ繁殖せえんかったらすげえ貴重やな。有限や、有限、えっそうやったっけ。そうよ、え、何でトクラフトすんの。マグマクリーム4つ。ああ、なるほど。お、ポン酢が実験を始めました。ああ、ここに置けて、うん、ポドゾル置けて、もう閉まったって知るか。そうですね、閉まってもった、ちょっと待って。俺出す出す、すぐ出る、出す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 。さあ、ポドゾルは広がるのでしょうか。広がらんとおかしいよな。そもそもポドゾルってなんなん、乾いた土って意味じゃないの。これは無理やろ。小麦は無理やろ。ホイールさんが小ボケを挟んでくる。マブニーは増えへんやろ。ああ、そっか、俺を増やそうとしてるのか。また培養始まって。あ、夜になり、今なります。お前、このまま置いときましょうか。うん、 OK、 実験途中ですが、オープニングいきましょう。で、かけるし、どこ行った、消えてる、ひょっとして。あら、あ、見えてない、うん、見えてない、見えてない、さっきから全然見えてないから、ほら、やっぱし消えてない、消えてない。あ、ほんまや、消えてる。お、来た、出てきたが、動けるか、動けるか。この帽子は何。お前やな。番外編を見ろやろ。番外編にて、うわ、危な危な危な、オレンジ、あれ、どこ行くんだ、いっぱいいるね、オレンジ危な、うん、オレンジレンジ、うん、マグニーさんの、うん、このツリーハウスの上、ああああ、うん、大丈夫、誰も
びっくりしたね。うん、ツリーハウスの上。に降りてくれれば、ちょっとね、登れるかなと思ったけど、オフがいっぱい言いすぎる。もう花火師やな。みんな知ってると思う。これもお手元祭りで、あのスタッフの中に、うん、その花火に詳しい人がいたんで。そうなんや。すごいね。インスパイアしてる。インスパイアさせてる。つながりだね。大事だね。わかりました。花火仕掛けるし。誰か指取っとる。モイルさんか。しかいないね。そこの緑の JP さんあれ。俺パワードレールを登るところに引いてたから、どうやってゆっくり登らすんかなって思ったのよ。ああ。あのリアルに再現するって言ってたじゃない、先週ね。はい。どうやってやんのかなと思ったら、バーやってするのね、すごいね。感動です。まあ、ツイッターでもなんか、うん、言ってたの。ソウルサウンド。あ、ソウルサウンド言ってたよね。うん。ソウルサウンドでゆっくりできるみたいな言ってた。うん。あれも前から知ってたんですけど、うん、やっぱあのレールがちょっと白で統一してるんで、うん、色が変わるのは嫌だなと思って。ああ、そっかそっか。下のね、土台の部分がね。はい。まあ、まあ、ラフが大きいクロック回路の方を使って。なるほど、ロマン機構ね。ありがとうございます。これはお金と、お金取れるよこれ。お金取れるよこれ。場外から見てみたいね。お金取れます。あ、乗ってる人ね、みたいね。後で。じゃあパパと俺で撮ろうや。3人乗ってもって、うんうん、また後で後で撮るの、うん、今夜になってからの方がいい場所あるんかな。次パケル氏はこれで終わりなのかな。はい、これだけだよね。これだけじゃない、はい、こんなにも、ね、次ホイールさんかな。夜の方がいいですか、ね、寝てからの方がいいですか。寝てからだね。どっちでも、うん、うん、寝るか。夜でも綺麗ですけど、夜の方が綺麗ですけどね。あ、そう、安全なら行こう。じゃあちょっと危うい。じゃあ寝ようか、寝ようか。じゃあ寝ましょうか、寝ましょうか。シュカシュカ。だいぶ街灯が。おやすみ。ジージかな、街灯つけてんの。ウリ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 。おやすみ。あ、街灯は全部ホイールさんです、うん、あ、ホイールさんなの。うん、オッケー。ホイールさん終わった、終わったタイミングでいらっしゃいましたね。はい。あ、いや、測ってないですけどね。は、測りましたね。測ってないですよ。ホイールさんの優秀の美を邪魔しましたね。GP、あ、ホイールさん泳いでる。うまいな。あ、いい感じかな。60グラムまでいいとこか。GP さん、あー。GP、あー。オッケーオッケーオッケー。あげた。いつもの小さい声になった。あ、いつもの小さい声。あえて小さくてもいいですよ。そうですぐらいで。ホイールさんが終わろう。そしてホイールさんありがとうございましたって締めようと思った瞬間にいらっしゃいましたよ。うん。うん、あ、すいません。素晴らしいタイミングです。ホイールさん、ありがとうございました。JP さん、絶叫系大丈夫？ダメ。あ、じゃあ、トランタカンに。ダメ？マグに飛びましょうか。ダメ。JP さん、こっち来てもらって。うん。ダメか。まあ、上から見たらこういう感じなんだね。JP さん来た。JP さん来た？乗ってもらって。JP さん、はい、ピンで乗るわけにいかんやろ？あ、わかりました。ちょっと、ポケットのやつは、はい、スルーポケットに。そうですね。お預けろか。しとくべき。あ、そうだ、新しいアイディア出てきた。新しいアイディア出てきた。オッケー、じゃあお願いします。いいですか。はい、お願いします。はい。これはすごい。簡単には言ったんですけどね。うん、組むのが大変やった。トロッコの扱いが、うん、ね、回路自体はうまくいったんですけどね、トロッコの扱いが難しくて、うん、なるほど。この実験台はホイールさんがなってたんかな。あ、ジージもちょっと。あ、そうなんや、素晴らしかったです。JP さんいらっしゃい、どうもどうも。あれ、服変わりましたか。あ、上着脱いでましたね。あ、そっかそっか。あ、来た。ここで締めます。あ、もう終わり。え、終わり。今日はライトアップしてる状態で今日は終わりなのね。 OK。 パパ死にかけてるわ。死ぬんじゃ、わしゃ死ぬんじゃって久しぶりに言うた。ジェットコースターバックでいいですよね。あ、そうしましょう、そうしましょう。うで下縁切り替えて、おしゃれステージさん、ポンズンチェ今日なかったんだね。オッケー。うんうんうん。オイルさんめっちゃ詰めるやん。JP こらーってなってるやん。ほら、あー、おしゃれだ。前に前にちょっと、お前後から来てなんで真ん中行こうとしてんねん。端っこ、うん、そう、隠れとけやって。これね、JP を探せ。心霊写真みたいな。怖い怖い、うん、それでもいい、目しか見えてない、うん。
JP 探せで行きますね。じゃあ行きますよ。はい、わかりました。危ない。おお、怖い怖い怖い。危ない。スニークが話せる。いいね、この景色も。やばいね。あ、びっくりした。ブックバック。こっちが入り口なんだね。そうそうそう。あ、ポンズロードがあるんですよ。あそこの立体交差いいわ。あ、立体交差いいな。あそこいいな。ほんといいな。綺麗ですね、あれね。この一周丸く回ってるのも。いや、めっちゃいいわ、ここ。めっちゃいいわ。まあ、クリーパーが用意しますけど。クリーパーいい。わぁ、ゾンビがデートしてるぞ、ゾンビが。用意ますけど。さすがデートコース。一人デート。一人デート。寂しい。徘徊やな。いや、面白かった。最高、最高。ちなみに、ジェットコースターも、ところどころ暗いですけど。うん、線路上だとか回路には一切湧かない。いろいろやってます、はい、あ、いろいろやってんだ。ちゃんと足場も組まれてるからリアルですね。はい、回路だけじゃない、ね、鉄格子とボタンを駆使してそれっぽく鉄骨っぽく鉄骨っぽい。完璧やな。名前いろんなん来てるからね。どれにしよう。うん、確かにな。見てたら500コメントぐらいあった。うん、あった。あ、JP さん落ちてた。ラグ発生してるんで気をつけてね。あ、了解でいい。今、上間さんのように落下ししないよ。上間さん落下したんだ。いっぱい取った。あ、そうか、そっちから行けるのか。どうぞ、パポン、行ってみて。ちょっと写真撮ったら、うん、またちょっとみんなで持ってもらいます。うんうん、あ、いいよ。なるなる。やっぱ複数人で乗るとやっぱちょっと挙動が違うねと思って。あ、なるほど。なるほど。なるほど。揃ってる。あ、それのチェックね。そうです。なるほど。少しよ。OK。本来ならやっぱトロッコは逆走してくるはずじゃないんですけどね。なんか可愛いの、可愛いのった。これボートでも行けるようになってんの？もしかして。一周回れるんですね、これ。あ、ここボートで一周できるようになってますよ。すげえ。すげえ、すげえ。ボート乗り場ってあんの？はないんじゃん、まだ、うん、あってもいいね。ボート早い。なんだっけ、某 D ランドとかそういうのとかだとなんか水で一周できる船みたいなあるらしいから、なんかそれみたいなイメージで。早、はい、はい、早いね。すげえな、マグロが泳いでた。はい、ジョーズの代わり。じゃあ乗りましょうか。あ、寝ます？先に寝ますか。かけるし、どっちがいい？ジェットコースター乗る？うん、それが乗る？それが良くない？うん、うん、でももう早くしないと開けてしまうね。あ、そのままいや、夜明けのジェットコースター行こう。行かぜ行かぜ。登ってる最中に、登ってる最中に開けるから。行かぜ行かぜ。じゃあ今度マグに後ろ行きます？あ、はい、お願いします。後ろからも面白いよ。